組長が趣味を無理やり行け錦キリは行けカズマおやつあったのかあいつ。いえ、すっかり変わっちまったんだ。俺はあいつが鬼になるのを止めてやれなかった。どんだけの血流れてるか分かったのか。うらそろそろ来ると思ってたよ桐生一馬。お母さん探して。お前名前は。とにかくここを出るぞ。このペンダントがみんな欲しいんでしょ。おじさんだってきっと100億円欲しいから。私とはるかちゃん。はるか、大事なもん守るために必死になった人間はどんな壁だって乗り越えられるはずなんだ。運命に逆らった自分は正しかったはずだ。